長野県の山の内町浦中四郎温泉郷と群馬県の草津温泉を結ぶ国道292号は、空が綺麗だわ。みんなで景色を楽しみながら走るところですね。日本の国道における最高地点、標高2172メートルの渋峠を越えていきます。今日はこんな素晴らしいところが走れて、うわー、高い、地方の匂いがしますね。うわー、怖い。わあ、すごいな、この景色。どんどん空に上がってる。白樺。結構交通量があるね。車通るね。通って正解ですね。雨の人だったら最悪だけど。手元寄る。やらった。うん、やらった。うわー、すごい。この展望台で景色を見ていたら、駐車場に入ってきたバイクが倒れるアクシデントを目撃した。男性一人で起こすのが大変そうだから少し手伝いをしました。およそ 4.5 キロ先、また出来事です。起こすときにね、鳴っちゃった。バイクの音。そう。バイクの音なの。こうやって聞くの。え？こうやって聞くの。はい。バイクはさ、多分男の人は立てられるから、でもでっかいバイクはさ、男の人でも立てるの大変って言うからさ。でも下手にさ、なんかどこかやってカコーンってなっちゃったら怖いから、どこ持っていいか分かんないからね、バイク。確かに。じゃあここも置いてない。いやいや、でも手伝った。そうだね。いやいや、どう思って、あ、ここも、ここもよ、見れるんだよ。いいよね。もう、もう自分とか写真撮って行こう。素晴らしい景色で、ね、テンションが上がっています。見たいわ。素晴らしい。ちょっと待って、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 ちょっと待
すごい怖い。全部避難場所でしょ、うん、ここさ火山活動警戒中だって。あ、ここにもここさ前からやーべーちゃんとじゃん。そう、国村のさ、うん、国村警戒、ただ国村のさ、うん、一回噴火したんだよ。へー、やば、避難場所がいっぱいある。国村じゃん、国じゃん、国で、国だよ。うわ、避難場所いっぱいある。こんなにあるんだ。すぐ危ないとこよ。怖い。そこで火山が浮かんでる。あ、歩くとこある。でも今危ないから味方だよ。行きましょう。こんなとこ行きましょう。この先カーブで行きます。問題ですか。あ、誰だっけ。問題ですか。行く場所は何があったでしょう。8月。なんで、え、なんで、なんでって、なんでだろう。夏の花って感じがする。正解。本当8月だっけ。7月です。あ、妻子村だ。およそ300メートル先、斜め右方向です。日本が来てない。日本さ、なんか誰がこんなにやっぱ嫌だね。 山のおならです。これさ、これおならしか分かんない。分かります。斜め右方向です。斜め右この先カーブです。見えない感じやだね。怖くて。確かにね。落ちちゃう、落ちちゃう。例えばさ、日本人が海外でバンジージャンプして50代だったんだけどさ、その高低差で心臓が止まって亡くなっちゃったの。誰かが日本人が。バンジーだ。バンジーだから。ちょっと。本当だ。つかるんじゃなくてこの落ちた。な。それでだから、高低差で。え、それってさ、え、それは予知できないよ。それは一緒のファンのショックだと思う。ショックしてる。ショックじゃなくて血圧上がっちゃってる。なんかそういう感じだよ。それじゃあさ、いくら健康でわかるでしょ。死んじゃうかもしれないじゃん。わかんないね。わかるでしょ。いや、健康してもさ、死んでよかったらさ、すげえ無理やり行っちゃうよ。うん、嫌だね。それなんかさ、テレビがさ、やっぱりバンジャーじゃん、あれで事故来てやるのよ。国会じゃない。一回さ、ちょっとつまんでさ、なんだっけ、国会人は亡くなっちゃう人がね、歌手が亡くなっちゃったの。歌手だっけ、海外の歌手がさ、バンジーだっけ。バンジーじゃなくて、何かで亡くなったよね。国会人じゃん。あとさ、まあ、これはバンジーだけど、ゴキブリ食って死んだし。何でこっちのつまんで、いきなりさ、こっちのやつはね、ゴキブリ、なんちゅう話をしてるんだやつで、食べたんだよ。そしたら、死んだんだよ。で、検視がするじゃん、死亡検視、死亡検視、なんか開くじゃん、なんかゴキブリ大量がバーってやった。それは都市伝説じゃないの。いや、ぶっちゃになっちゃうから見てよ。いや、ダーって出て、しかも、食べた乗り込んだ時ってさ、すごい体の中で、ゴキブリが赤ちゃんの卵で、それが変わったらしくて、丸をしたらしくて、その卵は孵化して、ゴキブリが出てきたんだよ。
なんか景色素敵だな。絶景じゃん。なんかすごい景色、ここが。うわ、これ。それが、灰とかを損傷してて、死んだ。これをね、うっちゃなんちゃんの番組で、うっちゃやったね。感熱じゃないの、すごいね、感熱じゃないの、あ、すごいね。もういいって、感熱だろ、行くんだよ。もういいって。すごいなと思って。今日はここのドライブだけでいいか。なんで？いいね、もう長野いいや。今前の日だよ。大満足。本当にない。ない。マジで、お腹が食べたから。もう、早速携帯トイレですか。嫌だろ、うん、でも、ここが良かったじゃん。車止められるところがいっぱいあって。そういうもんじゃねえ。でも、ダメだよ、そこら辺では。携帯トイレの中では。だから、こっちやらなきゃいけないんだよ。うんこどうするの、また、表示が収まらないんだよ。すごい景色がずっと続くな。でもさ、普通の山道じゃなくて、今日ね、山道通るなと思ってた。でも、こういう景色のいい山道とは思わなかったから、僕もみんなが泊まってる。なんかもうみんなが泊まってる。ちょっと行くぞ。またここに来よう。またここに来ようって。景色見に来ようって。いいね。ドライブしに行こうぜって言ったらさ、ここがいいよね。こういうとこいいね。こういうとこいいよね。海ゲスって綺麗だね。海は見に行こうぜじゃなくてさ、山でいいよね。夜はこれからの程度。そうか、夜はここ何にもないよ、これだけだ。あいつの見て。スキー場？こんなとこスキー場あんの？スキー場これ。スキー場かっこいいある。あれどうじゃん。やってる？違うとじゃない。違うか。レストランだ。レストランだ。これとじゃないよね。これじゃない。どっちでもいいか。これとでね、レストランを離れないんじゃ。ここ標高 2100m だ、ね、2152、今の人たちはさ、ここに何しに行くんだ、スキーやってないし、そういうとこじゃない、あと景色見てる、あとさ、あとどうだったら、うん、見ない、わざわざ、あ、見つけるやん、景色よ、うわー、うわー、きれい、すごいきれい、泊まりたい、あれ、海か、街か、うん、泊まりたい。ゆっくり。泊まるの？今ちょっと。ここにパスの車中泊。こちらですね。あ、来た、来た。あー、怖い。あ、ここまで帰れるんだよ。ここ突っ切ったらさ、ほんと下まで落っこっちゃうね。怖いよ、怖いよ。夜とか走るの怖いよ、ここ。気をつけるよ、マジで。マジで怖いよ、ここ。こっちが戻ってこないから、マジで。マジで来るよ、ここは。マジで来ちゃう、マジで。ぶつけないでいいから。落ちたら終わる。結構車止まってるね。みんな景色見に来てんだね。見車で来れる登山だね。さ、運転見ない、あれ山手見てない、あれ怖がる、あれ海見ない、怖い日本一標高が高い国道22号線沿いの標高2100メートルにあるドライブイン。
話聞いてるじゃんさ、うん、元気出ないときね、うん、困っちゃうんだよ。僕とか行くの？俺マジでしてた。転んだら転んで、うん、助けを向きにバーって行くと思うんだから勝手に勝手に登録して勝手にしてた。あと僕やるのがいいけど、どうかと思ったらお前だけだ。逃げてさ、これ見ちゃってさ、いざ逃げたら向かい来るとか行きましょうね、ジーンと上がる。あ、すごい、すごい、すごい。
番ですが、やばいなんて事故だけで車のナンバーお前が見たら嫌いかね車なんか降りた景色がいいからさ、僕が止められないよ。ボタンを押すそこもずるいな、後ろに置いてくれてくれI'm not going to be able to do it.